赤い空の箱とネガティブマウンド、石山緑地は札幌市南区にある公園。札幌南石の採掘跡地を公園化しており、道路を挟んで北ブロックと南ブロックに分かれている。この石切り取った跡地はなんとなく人を不安な気持ちにさせる場所で、普段目にすることがない不自然な地形には人の手の跡が残って人間臭さが大一しているし、あらわになった石肌は、 自然の羅針のようでもある一人でずっとそこにいるのは遠慮したいというようなところであった。その場所を市民がいこえる公園に変えることになったもので、この得意な条件の下であるため、ここだけの特殊部隊が編成されることになった。形の作り手は、彫刻家5人のグループ国松明日香、長野光一、丸山隆松熊康夫、山谷慶治による造形集団。 3区を結成。北ブロックは展望テラスやテニスコート、ゲートボール場などがある。南ブロックは切り立った岩肌が露出したまま残されており、その景観を背景として3区デザインの作品を野外展示している。ランドスケープデザイナーがデザインを吟味する傍ら、これを世に送り出す彼らの発想を公共事業のシステムに組み込み、定着させる役割を担った。 また彫刻家や建築家、志向者と行政の混成チームの調整役になって、公園全体の像を組み立てていく。その上でこれは、ランドスケープアーキテクトの本来求められる役割を成した。いろいろな場面で、圧力もあってもここに良いものを残すから北の町の、早々期に活躍した石たちへの人魂化を刻もう、という目的を、同じくし、お互い歩み寄る形であった。 石切城跡地はこのように時を終え人を得て、新しい姿に生まれ変わっていく。その場面を市民に見てほしい。それはこの公園だけでなく札幌の街のためになると考え、平成6年8月にはすでに制作現場を公開している。そこでは多くの市民から様々な反響があり、こうした意見を受け止めて公園を作っていく形となったことで、 これも市民参加の講演づくりとみなすことができる。平成9年度日本造園学会賞を受賞。第8回札幌市都市景観賞を受賞しているほか、第1回札幌景観総選挙では第1位に選ばれている。東日本大震災からの復興支援を目的とする活動の一環として、ボランティア団体がキャンドルナイト、石山、キャンドルナイトを開催している。 北ブロック南ブロック、ありがとうございます。